はい、どうもこんにちは。カーネルです。さあ、今回からですね、バイオハザードゼロを、やっていきたいと思います。最近ね、バイオハザード、そしてバイオハザードリツーとね、プレイしてきたわけなんですけど、やっぱバイオハザードシリーズって、ストーリーもちゃんとあるし、で、アクション要素もあって、で、あと、ホラー要素もありと、やっぱ面白いねって、思って、で、自分は実は、先ほど今言った2作品と、バイオハザードリベレーションズってやつだけかな、多分、プレイしたことあるの。バイオシリーズで、確か。なんでね、これを機に、バイオハザードシリーズ、全部とはちょっとあれですけど、一通りね、作品をプレイしていきたいなと思ってね、こうやってやるわけなんですけど、で、今回からは、バイオハザードゼロをやっていくって感じですね。で、一応、このバイオハザードゼロが、時系列的に一番最初っていう感じらしいね。初代バイオハザードよりも、時系列的には早いお話らしいですね。では早速やっていきましょうか。ニューゲームから。難易度はハードでやってね、クリアできないってなったらあれなんで、ノーマルでいきましょう。ジローって聞くとさ、なんかあったよね、番組で。アメリカ中西部の町、ラクーンシティ、絶海の孤島、ロックフォードと、急に第二のラクーンシティとなったシーナ島。スター・ウォーズみたいな始まり方したけど、どうした急に。大量の犠牲者を出したこの一連の事件は、いまだに数多くの真実が隠されている。事件の背後にうごめくのは、多国籍企業として知られるアンブレだ。この正体不明の企業の成り立ちはほとんど知られていない。一体いつ誰が創設したのか、そして T ウイルスはどのようにして作られたのか、全ての謎を解き明かすには、発端となった羊羹事件以前に戻らなくてはならないだろう。バイオハザード、初代バイオハザードの舞台の洋館の話、あそこが発端っていうことなんだろうね。誰？気持ち悪いな、さすがにあんな急に出てきたら気持ち悪いってなるな。笑い事じゃねえんだよな。変態か。すべての始まりはラクーンシティ郊外で相次いだ猟奇殺人事件の捜査だった。我々の想像をはるかに超えた悪夢のような出来事が待っていようとも、誰一人知る由もなかった。この女の子誰だっけ。エンジントラブル発生、緊急着陸します。確かこの女の人と、もう一人、今回ね、二人を操作するらしいんだよね。今、さっき映った女の子と、あと誰かわかんないんだけど、そう、この人、この人。
で、この子はね、初代バイオの時のクリスを主人公にした時に出てくる女の子らしいんだよね。隊長。ん？どうした？いや、何ちゅう格好してんの隊長。ああと思ったら普通の体型だったわ。敵なんか挟まってるものだと。移送指示書。囚人ビリー・コーエン元少尉、年齢26歳、7月22日、軍法会議により死刑判決。直ちにレガソン基地へ移送の上、刑を執行のこと。つまりこの野郎が MP たちを殺した上、まんまと脱走しやがったってわけか。いいかみんな、手分けして周囲の捜索に当たれ。相手は残忍な凶悪犯だ。油断するな。確か今はその罪人を動かすんじゃなかったっけな。全然知らないんで。列車。これってさっきの列車かね。今読もうとしたら完全にあれしちゃったけど、バイオゼロもこの視点なんだ。バイオゼロもこの視点なのか。荷物は散らばり、椅子はこれ列車で襲われた後ってことかな。さっきのボタンを押したらこうやって列車っていうかマップが開けたね。ダメだ。ラクーン死刑スターズのチェンバースです。操作全然違うわ。聞こえたら返事をしてください。誰かいますか？政府はこの度何だったの今の顔。笑っちゃったじゃん。いや、いきなり襲ってこないで。本気で言ってる？撃てないんだけど、撃ち方が分かりません。ちょっと待って、撃ち方が分かんない。ごめんなさい、撃ち方が分かりません。あのね、銃は構えられるんだけど撃てない。あ、まるで撃つんだ。あ、なるほど。ちょっと待って、これそっち行けない？いや、操作さ一切見てないからさ、何一つわからん。逃げた方が良さそうだな。にしてはまた広いなでしたよ。とりあえず片っ端から探していくか。あ、ここはセーブ場所っぽいな。これはなんだ、調査命令書。おー、ウィリアム・バーキンとアネットのことかな、多分。これあれハーブだね。一発食らってもあれか。まあそうだわな。アイテムってどうやって開くの？違うな。やっぱアイテムの開き方すらも分かんない。
四角か。なるほど。で、こんな感じにあると。いった感じだね。なんかこのバイオゼロはね、どうやらアイテムボックスがないらしくて、アイテムはなんか床に置くらしいよ持てないアイテムは床に置いとくらしい。うん、なんと斬新なって感じなんだけど。とりあえず先に進んでみるか。鍵がかかってる。なんかあるな。何か持っている。列車の鍵。なんか機械。あ、さっきの殺人者みたいな人じゃん。ビリー・コーエン少尉。ほう、驚いたな。俺のことを知っているだなんてな。死刑執行予定の第一級殺人犯、そして元軍人。ああ、なるほど。あんたスターズか。今あんたらとはお近づきになりたくはないんでね。おしゃべりはここまでにさせてもらおう。待ちなさい、あなたを逮捕します。すっげー体格いいな。おい、飾りは間に合ってる。バカにして。エドワード、大丈夫？いや、急に新キャラ出んな。くそ、なんてこった。最悪だ。気をつけるんだ、レベッカ。あ、そう、レベッカか。森の中はゾンビや化け物でいっぱいだ。ゾンビや化け物。早速か、お前。早い早い早い。あ、間違えた、危ない。ねえ、まあ、操作をあれするところからだな、これ待つな。痛い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 。ちょっと強くない？強いって。あ、でもまだ大丈夫だな。ナイフねえもんな。これ終わったかな。やばい、リロードの方法もわかんねえな。まだ終わってないの？やばいな、この角度やっぱ見づらいよー。ふう、リチャード・エドワードすまん、ナチュラルに間違えたわ、ごめん。ハンドアの弾、ナイスー。ん？乗客の日記、7月14日。長いな、おい。ああ、ここに乗ってる人で、なんか研究室でもあさりっていうか、なんかしてる人でもいたんかね。これ、聞かれそうだな。さーて、問題はここにいる雑魚どもなんだが。さすがにやっつけないといけねえよな、あっちの方には。こんばんはな。
な、全然死ぬ様子がない、全然死ぬ様子がないよこの人たち、やばいな。いや思ったより体力耐えんな。いやーこれはさすがにダメか。さすがにこれじゃもうデンジャーだね。さすがにデンジャーだったら使っておくか。なんか上あるな。この列車まさかの二層構造だった。なんかうげいてるな。うげいてるってなんだよ。ん？こちらレベッカ、どうぞ。レベッカ、聞こえるか？エンディゴだ。現在位置はどこだ？隊長、レベッカです。聞こえますか？応答してください。隊長がエンディゴっていうのか。聞こえている。いいか、よく聞け。護送車で見つけたビリー公園の資料から、さらに詳しいことが分かった。奴は一度に23人もの人間を殺害している。23人もの人を。精神科への通院歴があることも分かった。十分に気をつけろ。いや、兵長クラスだな、もう。レベッカ。とにかく油断するな。奴は見境なく襲ってくるぞ。いや、さっき関わりたくないって言ってましたよ。隊長、聞こえますか？応答願います。いやーなんか見た感じ一緒そうだったけどね。多分ここだよね。列車の鍵はここだけか。また2回あるのかここ。ここから先は危険だ。ひとまず協力しないか。あなたと協力ですって。頼もしいっすわ。まあ聞けよお嬢さん。なぜかは知らんが仲間外も化け物だらけだ。助け合わなければ命がいくつあっても足りやしない。123人殺せるんですか？こっちは助けなんかいらないわ。あいにく一人でも大丈夫。それとお嬢さんって呼ばないで。いや心の中でめっちゃ思ってんだろ。分かったよ、父兄さん。助けてくださいって。何て呼べばいいんだ？レベッカ・チェンバース。あなたにとってはチェンバース巡査ですけどね。それじゃレベッカ、一人でやってみるといい。俺はここで待つさ。え、待つって言われても何を待つって言われてもね。ここはあれかな、いけないのかな。管理責任者への指示書。点検は停止後2階食堂部に設置されたはしごを使用すること。まあ後々あそのはしごを使うんだろうな。いや燃えてんだけど。アイテムは多分なんかちょいちょい多分あるんだろうけど、逃してる感が半端ないな。すみません。おじいさん。まあゾンビ化してっしょ。いや、もっとやべえかった、もっとやばかった。え、なに？いや、普通に気持ち悪いんだけど。これあれか？強いやつか。違う、だからそここうじゃないってな。いや、ボスくせえな。なんか一
痛い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 、なんか効いてなくない？効いてる。焼き釣りって終わったわ。すごい身軽に動くじゃん。大丈夫か？あ、ボートにいた変態ですね。見えんの？動き出した。誰が運転してるの？戦闘車両を調べた方が良さそうだな。待て、俺と協力するんだ。いいな？けど私わかんねえ女だな。さっきのヤツにやられちまうぞ。わかったわ。でも覚えておいて、おかしな真似をしたら容赦なく撃つから。いいだろう、これを持っていけ。なんすか？無線で連絡を取り合うんだ。いいな？うん。パートナーザッピング？何それ？レベッカと B 特性の異なる進行を操作してゲームを進行させる。パートナーキャラの操作は基本的に自動で行う。移動は可能。まあ、ただちょっとあれだな。単独行動。共同操作。攻撃待機。ああ、四角を押すと、あ、入れ替えられるって感じか。ああ。なるほど。アイテム交換とかもできると。特性。ハーブ系アイテムを調合できる。これに。大抵の重量物を押すことはできる。入れ替われた。なるほど、こんな感じで入れ替われるのか。で、ちなみにビディのアイテムは？あー、なるほど。ちょっと今レベッカ危険だからな。あー、仲間でやるから結構あれだな。ちょあいつかとこの視点にはなれねえの。今回はね、まあこれくらいにしとこうかね、最初だしね。まあバイオゼロはこの2人を、まあ、交互に操作しながらやっていくっていうスタイルなのかね。まあ、カメラワークのあれとかはまあ初代バイオと一緒って感じだね。まあ、ってな感じで、やっていきたいと思いますので、まあ、これからもまあご視聴していただけるとありがたいです。というわけで今回はこれで終わります。さよなら。